We all start out alone. But come on over here. You'll find friends you can't replace. Why not give Ichisaba a try?インザハウス、吉尾ブイログです。よろしくお願いいたします。今日ね、市サバのサバパーの貸し切りに遊ばせていただいてるんですけど、勝手に目立った、僕らいつもほら、こんなさ、大相撲のカメラとか、アクションとかゴーグルとかいろいろ使ったりして、ちょっとおとなしく撮影してるんじゃないですか。で、今日すごい人見つけちゃったんですよ。ヒロさんです。ね、よろしくお願いいたします。お願いします。見て、これ。見ましょうか。うん、いいですか。これね、なんつうその仕事で来てる人かと思ったんですよ。ちょっと遠目に撮って仕事で来てる人かと思ったんですけど、普通に貸し切り参加者なんですよね。あ、そうです貸し切り参加者貸し切り参加者なんですよ。で、すごいのがおそらくまあこれはほらカメラとかさ一応は見たことあるじゃない。でミラーレスも持ってるんだけど使いこなせないわけじゃない。まずもうこの浪人のジンバルとこれ何どこのソニー、ソニーのそうです。FX3 っていう感じ。まずちょっと一個一個でいいですか。はい。ここだけでおいくら万円ですね。だいたい90万円。ちょっと見せてみてとかして。これはもちろんこのレンズが高いんだよね。いや、このレンズは安いやつ。そうなの？打たれてもいいように。打たれてもいいようにっていうよりも、うん、あのコスパが良くて選んでるだけなんです、うん。なるほど。そうです。え、これは何？もうこれはジンバルもそんなにしない？ジンバルが、大体このセットで、14、15万。まあ普通だよね。普通だよね。はい、ってことは何？これどこ？これとこれが高いってこと？これが大体まあこれも15万。15万ぐらいですね。はい、15万。ここがボディこれだけで60万。60万でハジピー。このいや、俺さ、本当分かんないんだけど、はい、やっぱこれなりのカメラになると、すごいものがやっぱ撮れるわけですか、色味的にとか、いろいろ。そうですね、まあ、色味的には、多分あのソニーの普通の一眼レフとは変わらないんですけど、うん、まあ、これはあの動画にも特化した形の、シネマラインっていうのそう、あのほら、市様のところに貼り付けたとか、多分あのプロモーションビデオ的な市様のやつ。ちょっとあれ乗っけてもいいですかね。あ、大丈夫です。あれ乗っけさせてもらうんですけど、あんな色味のものがこのカメラがあれば撮れるんですよ。すごいですね。でこだわってくるとやっぱりこのカメラじゃ納得いかないくなるんですよ。なのでもうあのドヤ顔になってドヤ顔見えないでよそんな感じですね。すげえなー。え、ちょっとも持てる。あ、どうぞ。いいすごいな。すごいキラキラしてるな。目がキラキラしてる。ああいい、カメラ魂が。ああいい、ああいい、うん、こっち側にモニターで映るので、うん、ああいい、ああいい、うん、わ、なんかすごっ、おー、すごっ、あ、ほんとだ、もう最初から映画の色味になってるんだ。こっからこれを、うん、編集とかに入れて、はいはい、色味をこう上からフィルターつけたりしてっていう感じです。あ、すげえ、カメラの撮り、あ、すげえわ。いいですか、いいですか、うん、いい、これちょっと置かせていただいて。ってことは、どんな感じで映ってるんですか、これ。あ、こういった感じ、そうそうそう、こういった感じで映ってるんですか。そうそう。あ、すごい、すごい、そこ持つんだね、指でそう動かしながら。あ、そうです、すごいわ。動かしもできるし、すごいわ。まあ、今のモードだと、うん、こう上にこうやってやれば上に向いてくれるような、うん、下に下げれば下に向く、はい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 、でこうやってやるとこうついてくるような感じです。すげえな、こいつはすげえわ。なかなか手に入る。130万円
大体100はいかないですね、90万。90万ですよ90万。僕のほらジンバルはさこれなんでちっちゃいやつなんでマイカメラ、僕のジンバルはこれなんで、はい、よろしくお願いいたします。じゃあこちらの、はい、テレビのカメラが持ってるような、はい、こちらの大きいカメラは、はい、ハウチ120ぐらい。すごい、やばあ120、すごいよね。だから今全てが小型化されてる時代、噛んじゃうけど、うん、小型化されてる時代にですね、このカメラをちょっと構えてみていいですか。はい、あらららら、ら大体あらららら、らこんな感じで、うん、あらら、すげえ。あ、なるほどね。いいいい。これは何、これもレンズも交換するんですか。そうです、レンズも交換。でもこれさ、すげえ、やっぱこのレンズは高いでしょ。このレンズは40。どうですか。これで大体40です。ここで40ですか、うん、はい、ただカメラ業界の中ではこの金額っていうのは当たり前の金額なんですよ。そうでしょうね。レンズ高いもんね。ただこれさ、めちゃめちゃここ広いからビビダン当たりますよね。当たります。さっきも打たれましたけど、うん、まあ別に嘘いや、お金持ってるとかじゃなくて、うん、ね、僕が好きで持ってってるんで、はいはいはい、打たれちゃってもしょうがないよな。いや、それじゃすげえな。でもうここほら自分でこう いじりながらさ、普通オートフォーカスとかついてから、うん、iPhone とかさ、いろんなものが楽じゃない、うん、あの高いカメラになればなるほど難しいんですよ。逆にピント合わせたりとかサイズ見たりとか難しいんです。俺には扱えないです。じゃあ繊細にその場その場のシーンを調整して、うんうん、じゃあメーカー名だけちょっと分かる範囲でいいんですけど、はい、こっちからこれはまずソニーのアルファ、ソニーの、一応アルファシリーズなんですけど、うん、FX3 FX3 です、はい、ソニーのアルファ FX3、はい、でこちらは、タムロン、タムロン、はいはい、でジンバルはもちろんこのローリンってやつですね。 DJI のローリン、DJI です。 DJI さんほらね、ドローンとかも出してるし、今この撮ってるカメラも DJI なんですけども、オズモホゲットね。あ、だからこれの最先端、昔のというかちっちゃいのが出たんだけど、はいはいはい、みんなこのカメラを映画とかで使うときにスムーズに撮るためにジンバルとか開発された、うんうんうん、やっぱカメラはソニー、カメラはソニー、映像系はソニーが強いですよ。ちょっと今で聞いてもらっていいですか、はい、いいですか、カメラはソニーね、もう一回言ってください。カメラはソニー。はい、わかりました。あの、ソニーさん、あのヒロさんという方がソニー製品を愛用してらっしゃるので、もしよかったら、どんどん新しいものを送っていただければ、そうですね。黒が使っていきますので、よろしくお願いします。そうですね。でもすごいですね。サバゲーを撮るのが好きなんですか、それとも普段他のものを撮ってたりするの。普段は、仕事柄、一応企業さんとかお相手にすることが多いんですけど、はい、これは完全に僕の趣味で、やっぱこうみんな装備してるのが多いじゃないですか。じゃあもう仕事自体がもう映像を作る。そうです。あの一つ聞きたいんですけど、はい、あのプロモーションビデオの中に入っていたあの音楽と音声を誰が入れるんですか。あれ何 AI かなんかですか。いや、あれは、フリーの音源サイトからダウンロードします。ダウンロードします。かっこいいですよね。フリーだよ、うん、フリー、うん、著作権フリーだと思って使ったらいつの間にか著作権がなくなってる場合もありますからね。気づきましょう、はい、気づきましょう。すげえな。じゃあ今日はここでもう200万円以上の持ち主ながら、そう、朝ね俺来てね、タバコ吸いに行くときに見てびっくりしたんですよ。と思って。そうですね、めっちゃ見てましたからね、うん、フィールドでここまでのものを俺見たの初めてなんです。初めてですね、本当にそうですね。ちょっとびっくりし、これはテンション上がる。あの人の銃を取ってる時よりもテンションが上がります、ね、好きですからね。好きで大好きです、うん、大好きですね、こういうのね。そうです。本当はね、昔はね、あのカメラのチャンネルだったんですよ、うん、もカメラがあの難しすぎて、うん、嘘ばっかりついてるもんだからやれなくなっちゃったんですよ、うん、なので今はサバゲーのチャンネルなんだけど、嘘ばっかりついてるもんだから、やれなくなっちゃった、なかなか、うん、でもサバゲーフィールド、ほらここはほらサバパワーさん、この見て、店内、このヒース、これセーフティーだよ、広いっすよね、うんうん、こうガンガン取って、はじめさん、閉めましょう、はい、閉めましょう、はい、
そんな感じでですね、今日はヒロさんすいません、お昼時に。いや、あのお昼以外でサボって撮影してるといつでも怒られるんで、はい、このくらいで撮影のお昼撮影、今日全然サバゲーの動画撮ってないんだけど、そうすね、あのゲームとフィールドは面白すぎて、ただ今日の動画に関しては多分作るんですよ、ね、なのでヒロさんのところにどこで見れるんですか。基本いちいさんのツイッターの方に上がると思う、上がると思うんで、うん、ぜひみんなチェックだぜ、チェックだぜ、はい、それでは、はい、すみません、ありがとうございました。このチャンネルが面白かったらまた動画の中でお会いしましょう。 I'll be back、 I'll be back、 I'll be back、 ありがとうございます。すげえ、ありがとうございます。ありがとうございます。貴重だよね、これちょっと透明に撮らせて、透明に撮ってますね。すごい手が出ないよね。うん、すごいよ。Cause all we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine. Gonna hold you tonight, oh yeah.